5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。一人だけ模様ある子いるの。冷たい髪に関する、イルカ、クジラの名前
Thank you.
オスは 4.5 メートル、 1.5
イルカ、
ちらのロゴです。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白色とも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。
ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するにしたので、徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガすんなり踊る。ベルーガは優しいが、
のために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガはですね、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。